昨年、友人 A から、お互い、子供が、もう大学生になって、家を出てるので、たまには友達同士で旅行でもしない?って誘われた。旅行自体は行きたいとは思うけど、ちょっと難しいかも。って答えた。というのも、義父が数年前から、住宅型老人ホームに入所していて、そこは、週一で、お医者様が、往診に来てくれてはいるけど、それ以上の医療を受けたり、入院や検査となると、家族が病院に連れて行かなければならなくて。義父の場合、心臓に病気があって、何度か入院を繰り返している。もちろん、ヘルパーさんを一時的に雇って、代行してもらうことはできるけど、できれば、そういう時に、知らない人にお願いして、義父にストレスを与えたくない。義父が、心臓の病気が見つかってからは、家族旅行も控えている。そういう事情を話して、子供の手は離れたけど、当分は無理っぽい。って言ったんだ。そしたら、私だって、病気でドタキャンになるかもしれないし、そういう不測の事態を恐れてたら、何もできないよ。旅行中に何かあったら、すぐ帰ってくればいいじゃない。行こうよ。って言われて、夫に相談したら、ドタキャンの可能性を理解してくれてるのなら、いいんじゃないか。って言ってくれて、それならと、計画を立て始めた。そしたら、出発日の3日前に、義父が入院。心配した通りになって申し訳ない。でも、こういうわけでキャンセルしたい。と申し出た。A は、残念だけど、仕方ないね。とは言ってくれたものの、本当にがっかりしている様子で。やっぱり、最初からやめた方が良かったかもと、心が痛んだ。キャンセル料は、もちろん私が支払った。そして、今年、再び誘われた。でも、昨年のことがあったから。やっぱり、当分は遠慮しとくよ。って断った。それでも、ダメならダメでいいんだから。とか、車で3時間ぐらいの観光地で。ホテルも、前日までにキャンセルすれば、キャンセル料がかからないところを選べば大丈夫だよ。って説得された。私としては、一度ドタキャンしてるから、気持ちとして落ち着かないし、A にも、申し訳ないからって断っても、ダメならダメでいいんだから。と何度も繰り返されて、それ以上断れなかった。そして、再び義父が入院して、本当に申し訳ないけど、キャンセルしたい。と連絡したら、入院って言ったって、ついてなきゃいけないもんじゃないでしょう。って言われて、でも、年齢が年齢だし、何があるかわからないから、入院中の旅行は無理。って言ったら、旦那さんのお父さんなんでしょ?どうして、私ちゃんが、そこまで犠牲になるの?って言い出して、そこからは、家庭板でよく見る意見が続いた。親の世話をするのは、実子が基本なんだから。旦那さんが、有給使うなりなんなりすべきなんだよ。私ちゃんがそうやって、我慢してやってしまうから、何も変わらないんだよ。私ちゃんは、自分で、自分の首を絞めてることに、気がつかなきゃダメだ。って、最初から無理だって言ってるのを、無理強いしたのは A の方なのに、なぜここまで言われなきゃいけないんだろう。私は、義父に対して、嫌いという感情を持ったことが、一度もない。とても優しくて穏やかな人だ。亡くなった義母とは、呆れるぐらい仲が良くて、私たち夫婦の理想でもある。心臓の病気と認知症があるから、在宅は難しくて、ホームにお願いしてるけど。だからこそ、入院した時ぐらい、そばにいてあげたい。そういったことを話した上で、A ちゃんとは考え方が違うから、一緒に旅行なんて無理だって、分かったでしょう。今後は、他の人を誘って楽しんでね。って言ってカットアウトした。こういったことも、共感、もしくは、理解できる人同士じゃないと。気持ちよく、友達付き合いできないんだなぁと、しみじみ思った。